楽しい算数は、1992年4月6日から1995年3月13日まで、NHK 教育テレビで放送されていた、小学校3年生向けの学校放送である。放送時間は毎週月曜11時30分11時40分、別の時間帯での再放送あり。スタジオパートとアニメパートとに分かれており、スタジオパートでは、 学校の授業で習う導入的な内容とそれらの応用理解について解説していた。対するアニメパートはスーパーヒーローと算数悪魔のバトルを中心とする内容で、それらを通じて視聴者に回答方法を説明していた。全15話を繰り返し放送する方式。番組は1990年12月25日と12月26日。 および1991年7月22日から8月1日までパイロット版を放送したが、この時に放送したエピソードに新作エピソードを加えたものが1992年4月からの放送作品である。西暦2001年、イヤキン未来と言った方がいいと思う時代。どこかの四季の学校に通っている主人公のアリストテレス。この二人。 算数を勉強していて難しいと思っていると突然、算数悪魔が現れて二人を苦しめる。ミジメットと一緒に問題を解いて解き方が分かれば二人は変身。スーパーヒーローになって算数悪魔をやっつけることができる。果たしてアリストテレスはミジメットと一緒に算数悪魔が出す超難関の問題を解けることができるのだろうか アリストテレスの名前はアリストテレスに由来する。ありがとうございます。